はい。それでは発表を始めます。発表の内容は Compose for Web でも DOM じゃない Compose UI が使えるとなっています。LINE 福岡の吉田誠介と言います。よろしくお願いします。まずは軽く自己紹介をさせていただきます。Twitter や GitHub の ID は誠介で、活動しています。LINE 福岡で、LINE 証券のバックエンドエンジニアをやっています。普段は、コトリンとスプリングフレームワークを使って、バックエンドサーバー、まあ、普通のバックエンドサーバーを開発しています。2年ほど前までは、同じ LINE 福岡で Android エンジニアをやっていました。まあ、複数の、Android アプリを開発していました。その時も、コトリンを使って開発しています。2年前ですので、Jetpack Compose は、まだ、使える状態じゃなかったので、業務で使ったことはありません。趣味で、最近はスプラトゥーン3をやってまして、ウルトラハンコを使うためにドライブワイパーを使っています。今日のアジェンダです。まずは、なぜ、Compose Multi-Platform Framework の、JS の Compose UI について興味を持ったかにのモチベーションを説明します。その後、現在、個人開発で作っているアプリのデモを、軽く見せた後、コンポーズマルチプラットフォームフレームワークについて、説明をします。その後、いくつか、サンプル、どんなことができるかといったサンプルを見せて、最後、結論として、まとめを話したいと思います。はい、モチベーションです。現在、勉強のために個人開発で、コンポーズフォーデスクトップのアプリを開発しています。で、Compose Multi Platform の開発では、コモンと、JVM のような、プラットフォームに依存した、コードを分離して書くのが一般的です。で、せっかくですので、勉強のためにコモンと JVM を分けて書いています。そしてサンプルなどで、サンプルコードなどでどんなことができるかなどを調べているときに、コトリン JS ですね。Compose for Web でも、Compose UI が使えることに気づきました。まあ、エクスペリメンタルなんですが。そこで、せっかくなので、コモンと JVM と JS にそれぞれ、分離して、コードを書くことにしてみました。JVM や JS の UI を、まあ、なるべく、コモンなので共通化して書いています。普段の業務では、Compose Multi Platform などは全く使っていないんですが、まあ、もしかしたら、普段の業務などでも開発している管理システムなどに使えるのではないかなと考えるようになっています。なぜかというと、Compose には Lazy List などの、強力な、機能があります。で、いいエコシステムがあるので、例えば管理システムの一覧表などに、そういう機能を使えば、便利に開発ができるのではないかなと考えています。で、現在、情報がほとんどないため、まあ、とりあえず情報を発信してみようと思い、今日の発表をすることにしました。はい。次は自分が作ったアプリについて軽く説明します。上の URL がこのアプリのリポジトリで、名前は KSN ドローと言います。これはフォントの K 線を使って、ASCII ダイアグラムを、編集するツールです。Compose UI とは関係ないんですが、コトリンマルチプラットフォームのコード
で、いろいろ実装しています。例えば、コルーチンフローを使って、エルムアーキテクチャを実装しています。これは、イベントハンドリングなどに使っています。他にも、画面上のオブジェクトを効率よく選択するために R3 アルゴリズムを実装していたりなどしています。他にも、マテリアルテーマなどを使っていたりします。はい。これがデモになります。これは、デスクトップの方ですね。JVM で実装しています。で、まあ、いくつかツールが、あって、ボタンで選択できます。レクトで、まあ、単純な、四角を描画したり、ラインで、矢印などを描画することができます。でまあ、選択して、デリートキーで削除したり、はい。まあ、重ねたり、で、複数のものを移動させたりできます。あと、ダイアグラムの中にテキストを表示することもできて、このテキストフィールドは、スナックバーを使って表示しています。まあ、普通こういう場面にはスナックバーは使わないんですけど、後で理由を説明します。で、全角や、半角を、位置がずれずに、文字を入れることができます。で、エクスポートをすると、クリップボードに、ASCII がコピーされるので、お好きなエディターに貼り付けて使うことができます。はい。で、これは同じツールを、Compose for Web で、動かしています。若干フォントなどの見た目が違うんですけど、まあ、ほぼ同じ見た目になっています。Compose for Web も同じように、テキストが入力できるんですが、まだ動作が若干怪しくて、リターンをしたときに2行改行したりとか、日本語入力などがうまくできなかったりします。まあ、クリップボードは使えるので、まあ、エキスポートすると、まあ、エディターに編集中の ASCII ダイアグラムが、貼り付けることができます。はい。こういった簡単なツールになってます。はい。次は Compose マルチプラットフォームフレームワークです。長いので、なるべくマルチプラットフォームというようにします。これはマルチプラットフォームの公式サイトの、一部の画像を切り取ったものです。デスクトップアップとウェブアップは違うよというふうに分けられています。何が違うかというと、左側のデスクトップアップは、スキアで描画されていて、右側のウェブアップは、DOM を使ってレイアウトされていると説明しています。はい。マルチプラットフォームは、10月にバージョン 1.2 が、安定版としてリリースされています。その数日後に 1.2.1 が、リリースされてるんですが、対応してるコトリンのバージョンがちょっと変わったりしてる、マイナーなアップデートになっています。マルチプラットフォームで、どういったことができるかという、まとまった情報は今現在、まあおそらく存在していないため、実際、どんなことができるか調べるには、ソースコードを読むしかありません。で、以下の、3つのリポジトリを見ると、どういうことができるかわかります。全部 JetBrains の以下で開発されている、Compose JB、Android X、Skii Co になります。それぞれについて説明します。はい。まずは最初の Compose JB について説明します。このリポジトリが本体になっていて、リリースなどがあると、このリポジトリに、タグが打たれます。現在、最新の安定版は 1.2.1 で、その下にあるのが、依存しているライブラリーです。ランタイム、UI、ファンデーション、マテリアルなどが 1.2.1 になっているんですが、これがJetpack Compose のバージョンになります。他にも、マテリアル3などにも依存しているんですが、これはまだアルファ版です。
で、右側なんですが、次、現在、1.3.0 の、ベータが開発中です。依存しているライブラリが1.3.0では、ジェットパックコンポーズの1.3.1になっています。これ現在 Android のリリースされている、最新の安定版になっています。また、マテリアル3の、正式版の1.0.1にも利用しています。1.2.1 がベータが出てから1ヶ月ぐらいで、正式版がリリースされたんで、まあ、もしかしたら来年の春ぐらいに正式版がリリースされるかもしれません。次に2つ目のリポジトリの、Android X です。この Android X は、Google が開発している、Android X、Android X リポジトリをフォークしたものになります。それで、先ほどの Compose JB の、からサブモジュールとして、呼ばれています。で、Android X の中は、マルチプラットフォームの実装は、まあ、大体、Compose ディレクトリ以下に固まっています。で、このソースの中を検索することで、どういった機能が動作するか判断することができます。まだ、Compose の、JS のディレクトリの中を検索してみると、todo っていうコメントがたくさんあるので、まあ、todo がたくさんあるところは、動かなかったりします。次は、スキーコです。これは、スキは、スキアフォーコトリンとなっていて、実際に画面に UI を描画する、スキアのコトリンラッパーになっています。このスキーコが、ウェブアセンブリーを使って、ブラウザーで動作できるようになっているので、このCompose for Web でも、Compose UI を使うことができます。で、また、画面の描画だけではなくて、いろいろな、マルチプラットフォームに対応している便利な機能も提供してくれています。なので、画面の描画以外にも、このスキーコのライブラリの機能を使うと、便利にマルチプラットフォームなコードを開発することができます。はい。次は、サンプルについて説明します。サンプルは、一番上のリポジトリに、今回の発表のためにいくつか、作ったものを置いています。また、デモで使った KSN ドローも参考になりますし、これらのサンプルは、元は、Compose JP の中にある、エクスペリメンタルのエグザンプルズを、参考にしています。まあ、それぞれの、サンプル全部共通なんですが、グレードルプロパティーズで、エクスペリメンタルのフラグをオンにします。ソースセットの、JS メインの中、通常の、Compose for Web では、一番上のコメントアウトしている行、Compose Web Core を、インプリメンテーションするんですが、まあ、他の、デスクトップと同じ、Compose の UI を使うので、まあ、以下に書いてある UI、ファンデーション、マテリアル、ランタイムをインプリメンテーションします。また、Compose for Web では、ローカルで開発するときに、ウェブサーバーを立ち上げなければならないので、以下の、この設定を書くと、ビルド時に、Webpack のウェブサーバーが起動するようになっています。はい。その他、リソーシーズの中に、インデックス HTML を配置して、
JS を読み込ませたり、HTML の中にカンバスを1個置くといった設定があるんですが、Compose for UI を、JS で使うには制約があって、今のところ、カンバスを1個だけ置いて利用するようになっています。のコードを見ると、Compose Windows の中がまだ設定が変更とか、まあ一般化がされていないので、カンバスを複数配置して連携したりとかはできないです。まあ普通のデスクトップの方も、まあウィンドウは通常1個なので、それと同じように、ウィンドウは、1個のみということになっていると思います。次に、サンプルの中で、使っている機能についていろいろ説明します。僕が開発したアプリの KSN ドローの中では、フォントローディングや、クリップボード、まあ、マテリアルの機能の、コンポーネントの一つである、スナックバーなどを使っています。他に、DOM との連携をするサンプル、レイジーリスト、シェーダーなどについて説明します。フォントローディングです。フォントローディングは、スキコが、フォントマネージャーという機能を提供してくれているので、簡単に実装することができます。ただ、読み込ませ方が、JS とデスクトップで違っていて、JS の方は読み込みが、起動後に読み込むので非同期になっています。次にクリップボードです。これも、スキコが、クリップボードマネージャーを提供してくれているので、簡単に実装することができます。次に、スナックバーです。現在コトリン JS の実装の中には、ダイアログやポップアップの実装がありません。デスクトップのソースコードの中を見ると、デスクトップにはちゃんとダイアログや、ポップアップが実装されています。ポップアップが使えないとなると、ドロップダウンメニューなども使えません。ドロップダウンメニューの中身はポップアップなので。そこで、まあ、先ほど見せたデモのように、ああいった新しく出てくる UI をちょっと苦肉の策でスナックバーで実装しています。ちゃんと動くポップアップの実装が、早くされればいいなという感じです。はい、次は DOM との連携です。同じ画面の中に、Compose UI のテキストフィールドと、DOM の UI の div を表示するサンプルになっています。テキストフィールドの値を変更すると、ステートが変更されて、その変更された値が、DOM の中に、HTML のテキストとして、表示されるというサンプルになっています。ちょっと実装が無理やり感がありますね。次はシェーダーです。シェーダーのサンプルは、AGSL という、シェーダーランゲージを使っています。でこのサンプルも、スキコの機能で FPS カウンターや、カレントナのタイムが提供されていて、それを使って実装しています。下の2つの URL は、この、サンプルを作るために、参考にした、発表や、リポジトリで、ドロイドコンの、クリエイティブコーティングに対す、クリエイティブコーティングについての発表や、プロセッシング、クリエイティブコーティングのツールであるプロセッシングを、ジェットパックコンポーズで実装した K5 コンポーズ、などを参考にしています。マルチプラットフォームでは、ローカルで、クリエイティブコーティングをいろいろ試行錯誤した後、全く同じ、作品を、Compose for Web を使って共有するといったことができるので、このクリエイティブコーディング界隈と、
マルチプラットフォームは非常に親和性が高いと思っています。これが、実際動かしたサンプルです。左側が、デスクトップで、右側が、ウェブになっています。ちょっと小さな数字見にくいんですけど、まあ、60fps や、56fps が出ているといったものになっています。で、このサンプル自体は、この、AGSL を実行したものです。まあ、よくあるシェーダーランゲージの見た目になっています。はい、AGSL については、以下の記事で説明があります。これは Android 13でがのファーストプレビューについての記事なんですが、Android 13では、ランタイムシェーダーを使って、まあ、シェーダーラゲージを使いますよと書いています。で、まあ、普段皆さんがボタンを押したときとかによく見るリップルエフェクツとかも、この、シェーダーを使って実現されていて、ソースコード、先ほどのジェットプレインズ Android X を見たところ、Android の実装はこの、シェーダーベースになっています。まだ、他のデスクトップなどは、シェーダーベースにはなっていないんですが、いずれ共通化されるかもしれません。また、コンポーズのシェーダーについて検索すると、SKSL という、単語が引っかかると思うんですが、この、Google の、グラフィック、Android グラフィックエンジニアの方の、ブログによると、AGSL は、SKSL から、リネームしてると書いています。なので、二つは、共通のものになります。次に、レイジーリストのサンプルもあるんですが、まあ、普通に、レイジーリストを実行すると普通に動きます。ただ、後で説明するんですが、JS の方だとスクロールバーがないので、そこは注意しないといけません。デスクトップは普通にスクロールバーが使えるので、全く問題がありません。サンプルやアプリを作ってみて、機能的に足りないなと思った部分を列挙しています。先ほどデモで見せたように、日本語入力が怪しいです。JS はですね。で、また、カンバス上に表示しているテキストを選択するためにはテキストセレクタブルという機能を使わないといけないんですが、これもちょっと JS は動きが怪しいです。で、今まで説明してるんですが、JS ではスクロールバーが使えなかったり、ポップアップが使えません。また絵文字などの対応をするときに、Android やデスクトップではユニコードブロックスを使ったりするんですが、こういった機能も、JS にはまだないです。で、また IDE の機能で、プレビューや、インスペクターなどの機能がないので、ちょっと開発、JS だけで開発すると苦労することになるかもしれません。結論です。はい。テキスト入力周りさえ良くなれば、現状のコトリン JS のコンポーズ UI のみでも、まあ、アプリを作れないことはなさそうです。誰か、日本語入力に詳しい人がコントリビュートしてくれると、非常に助かります。で、また、1.3.0 のベータで、マテリアル3の正式バージョンの、ライブラリが含まれているので、これについても今後調査してみたいと思っています。実際マルチプラットフォームは非常に面白いので、皆さんも触ってみて、コトリンマルチプラットフォームに対応したライブラリを、増やしていくと、みんな幸せになれるんじゃないかなと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。
せいつきさん、ありがとうございました。それでああ、はありがとうござい質ま疑した。応答の時間、ありがとうございました。それでは質疑応答の時間に入らさせていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。視聴者の皆様、ぜひ、YouTube ライブのチャット欄に質問の方を投稿していただければと思います。ツイッターのハッシュタグ、シャープコトリンフェストをつけて投稿していただいても問題ありません。それでは質問の方を見ていきたいと思います。まず、1点目、スキャタ用のコンポーズ 4web、サンプルコードがキャンバスのサイズを固定して使うような書き方だった気がするんですけど、これをウィンドウのサイズ変更に追従させるようにするにはどうすれば良さげなんだろうかという質問です。こちらいかがでしょうか？はい。確かにカンバスに、固定のサイズを指定して、使うようになっています。サンプルとかもそういうふうになっています。なので、ウィンドウのサイズに追従させるなら、Compose for Web の機能というか、普通に JavaScript で、カンバスの大きさを変更するコードを書かないといけないことになると思います。ちょっと試したことがないんで、あまり自信がないんですけど。で、そのカンバスのサイズ変更を、コンポーズの方で、ちゃんと知覚できるかっていうと、ちょっとそれは今のところなんかコードの中にはなさそうだなという感じです。はい。ありがとうございます。次なんですけれども、質問というよりかはコメントという感じなんですけれども、結構ドキュメントがないっていうところに関して、皆さん、実際のサンプルコードを見に行って、それで挙動を見たりするっていうのが結構当たり前になってて、そういえばそうだったみたいなコメントが結構あるんですけれども、こちらどうでしょうか？やっぱり、そう、そ結う構でみんすなね。ドキュメントにね。ドキュメントが結構ないことに驚くんで、はい。なので、今回も挙げてるんですけど、サンプルコードとして、GitHub にサンプルを、どんどん、貯めていければ、皆さんも助かるんで、そういうことで貢献していければなと思ってます。はい。はい、ありがとうございます。ぜひね、皆さんの力でどのサンプルを充実していければいいかなと思います。はい。それでは、そろそろお時間になりますので、質疑応答の時間、これにて終わりとさせていただければと思います。せいすけさん、ありがとうございました。ありがとうございました。